旅の先のように尖ってすらりとしている河原の線、亀置き場と縁側、かや文化の脈絡が息づく韓国キメにある韓屋体験館です。キメ韓屋体験館は2006年キメ市のかや文化復元事業の一環としてキメにあるスルンイに作られました。57億円の予算をかけて2人4人用の個室を13部屋、伝統お茶屋など7個の韓国式の建物を完成させました。母屋、今、離れ、指導など7棟の伝統韓屋で構成されている韓屋体験館、涼やかな縁側から独特な障子のサッシと窓格子、郵便受けなどの設備から蓮の花が咲く庭まで、伝統韓屋の魅力をそっくりそのまま感じることができます。観光客に人気のキメ韓屋体験館、韓国最高薬膳料理の巨匠ジョン・リムのジョン・ヨンスク代表と手を組み、相乗作用効果が予想されています。ジョン・ヨンスク代表は現在釜山の平穏で、その他4カ所で薬膳料理店ジョン・リムを運営し、ヒーリングやウェルビーイングというキーワードを韓国の伝統料理と組み合わせ、健康はもちろんのこと、韓国を初めて訪れる外国人観光客に韓国料理の優秀性を伝えています。またジョン・ヨンスク代表は韓国固有の醤油や味噌の味を伝えるために、数年以上熟成させた味噌やコチュジャンなどを研究し作って発売する食品会社も運営しています。세계적으로이제건강음식으로등록되다시피했던우리된장과간장의그가치이런걸많이홍보를해서그사람들에게먹어보지않았던장맛이지만이런문화전달을해서먹도록맛을드리도록하는게제가아마앞으로역할일것같아요最近ジョン・リムのジョン・ヨンスク代表は社団法人韓国新知識人協会が発表した新知識人対象に選定されるという栄誉に輝きました。これまでのジョン・ヨンスク会長の薬膳料理開発の努力と情熱が対外的であると再度認定されたわけです。今日の자리에는김맹군김해시장을비롯해사단법인대한민국한식협회관계자지역대학의조리과교수등많은사람들이모였습니다각계각층의사람들이모인만큼모두들이구동성으로정림의재개관에따른김해한옥체험관의활성화에기대를모으고있습니다여러분큰박수한번부탁드리겠습니다김밥을여러분일일이맛을보십니다이어서우리나라의결국연주로또들어갑니다우리김해는2200년의역사와문화를가진그런유한역사의도시입니다국내뿐아니라국외까지도아김해가면어떤음식이유명하더라한정식이토속음식인한정식이유명하더라막이런것을우리김해를널리알리기위해서한정식은반드시명품한정식이돼야되겠다이렇게생각해왔습니다우선그이김해가이제문화관광도시로발전하게될겁니다우리김해가관광문화도시로발전할수있게끔그렇게기반을조성해나가고있습니다薬膳料理の名品麺家ジョン・リムの再開館は大きな意味を持っています。キメ市はジョン・リムの再開館で大韓民国で唯一韓屋体験館内に韓国式食堂を備えることとなりました。キョンジュ・キョチョン韓屋村、チョンジュ韓屋村よりもはるかに素晴らしいコンテンツを持っていると言えます。한식은저는한브랜드의중심에서있다고봅니다우리그한옥이한지와한글이런전통문화의한브랜드의가장중심이지만이한식은거기에먹거리로서가장소중한식자원이라고생각합니다한국고유전통을学ぶことのできる김해한옥体験館時間がしばらく止まった千年のこと가야の中心地김해は今歴史と文化というコンテンツに名品韓国料理というコンテンツまでも持ち観光客増加はもちろんのこと韓流の新しい市場を切り開いていく先頭となることが期待されます。 NSP 通信斉藤優でした。